ストはミュージシャン、プロデューサー、DJ、ライター、作曲家、デザイナーの小西康晴さん。ピチカート解散後初のロングトーク、謎に包まれた青春時代が明かされます。このお二人からメッセージも。 Yeah! 5、2、4! I love you, 愛してる。大ヒットシンゴママのオハロックやみんなの歌、ワールドワイドな DJ 活動から次なる展開まで盛りだくさんの44分。イエーイ。テレビでこんなに喋ったの初めてなので。今夜だけのプレミアライブも見逃せない。実は今夜は小西さんがエスプレッソがお好きだとお聞きしたので、はい、ご用意いたしました。恐縮です。このコップは小西さんがデザインされたものですか？そうですね。こちら可愛らしいですね。エスプレッソは毎日どれくらい飲まれるんですか？朝2杯ぐらい、あと喫茶店で1、2杯って。じゃあ合計4杯くらいですか？そうですね。ないですね、エスプレッソは。シャキッとします。大人の味がしますね。というわけで今日は小西さんは何でも話す、はい、あまり聞いているんですけど、ね、あまりトーク番組に出られなかったという、そうですね、うん、上がってます。すごい緊張が、はい、小西康晴さん、1959年生まれ、42歳。チカート5のリーダーとして活動してきましたが、実は他にも多彩な顔を持っています。小西さんの曲の中で最も知られているのはこの曲。昨年大ヒットしたシンゴママのオハロック、小西さんの作詞作曲としてあまりにも有名な一曲です。意外なところでは NHK みんなの歌にも楽曲を提供しています。音楽プロデューサーとしては夏木マリさん、ユーザロック、ザードのリミックスなど数限りないアーティストとコラボレート、または日本屈指のレコード番長。世界中の中古レコード店をチェックしまくり、そのレコード所有数、音楽知識は他の追随を許しません。映画にも造形が深く、市川崑監督の「黒い10人の女」を再上映したり、映画のコラムを書くなど、シネフィルからも一目置かれる存在です。多彩な小西さん、まずはその謎めいた子供時代から。子供の頃最初に音楽というものを意識したのはどのようなきっかけで、いつ頃なんですか？やっぱりテレビのテーマソングのレコードを親にねだって買ってもらった時が最初かな。いくつぐらいですか？小学校3年か4年だと思うんですけど。ちなみに何のテレビ番組の主題歌だったんですか？あのね、うん、A 面がバットマンで、B 面がナポレオンソロだったんですよ。ナポレオンソロって知ってます？どういう曲ですか？歌うの？聞きたい。タンタタタタン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 っていう、なんかすっごいかっこいい曲で、その時買ったレコード未だに DJ に持ってきますけどね。未だに大切に保管されてるんですか？物持ちいいんですね。物持ちだけはいいですね。その後レコード番長と、番長に就任されるという就任、そう、毎週100円もらったので。100円で当時はレコード1枚買えるんですか？いや、買えなくて、いくらぐらいあれば買えるんですか？4週間貯まると400円で、シングルバンが1枚買えたんです。今は月に何枚くらいなんですか？ちょっとここじゃ言えないですね。そんなに多いんだ。そうですね、そうやってじゃあずっと子供時代はレコードを買ったり集めたりしていて、はい、実際自分がバンドを組んだのはいつ頃だったんですか？中学2年生ですね。その頃はどういうバンドだったんですか？なんかフォークソングの
バンドと、うん、それとなんか一人ジャズが好きなやつがいて、うん、そういうのをなんか演奏する、うん、もうすごいシンプルなものだったんですけど、僕なんかあんまり楽器が上手じゃなかったし、こういう音楽やりたいとかって思ってたんですけど、うん、それを形にするやり方がわからないって感じで、うん、なんかやり方がその時は、うん、それ思った通りにできないっていうのを なんていうんですか、何かの例えば性にするとしたら当時って何ですか、例えば仲間がいないとそれが成り立たないですとか、何、はいはい、ですかね、仲間もいなかったし自分の技術も足りなかったし、うん、人付き合いもあんまりいい方じゃなかったし、うん、あんまり僕とみんなバンド組んでくれなくてそうだったんですか、そうですね、なんででしょうね、うん、自分が結構人見知りタイプだったから、うん、それがこう向こうにも伝わって、うん、とっつきにくいやつだって思われたんじゃないですかね、うん、じゃあその時、うん、そういう自分の時間で他に音楽以外に何をしてましたか、大体、うん、大学の3年生ぐらいからは、うん、暇さえあれば映画見に行ってました。へ、うん、なんか相当その頃、ね、映画を、うん、たくさん見られてたと言いますわ、うん、だから本当に20代の前半はもう本当にその時だけなんですけど年に200本ずつぐらい見てたので、200本、うん、200本ですか、一番たくさん見た日、うん、7本見た、7本ですか、7本ってだって1本が1時間半だとしても相当な、ほとんどね半日いらっしゃる、なんか昼の11時半ぐらいから2本立てを大学の実施上映館から見に行って、うん、その後なんかロードショーが半額の日だったので、はい、1本見て、うん、で夜夕飯食べてから、うん、オールナイト行きましたその頃はでもね、なんか、うん、今思い返すと、うん、なんか映画館にいるとこうあんま人に会わないで済むでしょ、はい、ちょっとなんかもうほとんど対人恐怖症みたいになったのかもしれないですね。あ、じゃあ映画館がそういう自分のこう空間を作ってくれて、 そう、うん、そこにちょっと逃げ込んでたっていうところも、うん、誰にも会わないで済むし、うん、バンド活動もじゃあもうで同時進行なんとなく、うん、バンド活動なかなかできなくて、うん、すごい恥ずかしいんだけど、うん、レコード屋さんとか、うん、楽器屋さんにメンバー募集の張り紙とかしたことありますよ、本当貼ってありますよ、ね、どういう風に書いたんですか、うん、なんか好きなバンドの名前とか10個ぐらい書いてうん、うん、みたいな音楽やりだしみたいな東方何になる、そうですね、うん、うん、それで問い合わせとか来ましたか、全然来ないなんか その頃からなんですか、いわゆる宅録とか、そうです、一人で好きな音が作れるようになったというか、そうですね、大学を卒業して2年目か3年目ぐらいかな、うん、なんか大学の時一緒にバンドやった仲間が僕の家に来て、ちょっと宅録やらせてくれないかっていう、ちょうど僕の住んでた部屋が、うん、あのすぐ横が高速道路の料金所とかで、はい、夜中に大きい音出しても OK なうちだったんですよ、うん、で、うん、毎週土曜日とか日曜日の夜集まっては宅録、うん、宅録友達になりましたえ、当時は宅録をしていった人たちっていたんですか、結構、うん、その頃から多くなってきたっていう感じじゃないですかね、うん、コンピューターも使われてたんですか、そう、コンピューターを使って音楽ができるって聞いたばっかりの頃で、うんうん、ちょうどなんか僕のお父さんが、うん、なんか仕事用に使って、うん、全く使ってなかったコンピューターがあって、うん、それで音楽ができるって聞いたんで、うん、早速それをもらって、うん、それ何年ぐらいですか、1984年ですね、うん、4年ぐらい、まだなんか画面に緑で文字がこう、まさにね、ベーシックとかで売ってる頃、はい、うん、じゃあその、うん、コンピューターで宅録を始めてから、ね、結構その音楽の方も思う通りに近いものに、いや本当そうです、なってたんですか、うん、
バンドでもそんなに演奏上手じゃなかったし、さらに自分が好きな音楽っていうのはもっとオーケストラの楽器とかいっぱい入ってる音楽だったんですよ、うん、ティンパニーとかトランペットとか、うん、ストリングスとか、うん、そういうのがシンセサイザーでデジタルシンセサイザーでできちゃうので、そうですね、自分で好きな音を入れる、そう、あ、これなら自分のやりたい音楽もできるかもって思ったんですよ、うんうんうん、それ大きいですよね。いや結構大きかったです本当に。そうですよね、うん、そうですね。実際に例えばレコード会社にこうテープを持ち込んだり、そういう活動ももう知り合いには片っ端から聞かしたんですけどね、はい、全然ダメで。え、ダメですか、うん、何がダメって言われてたんですか。わかんない、それ理由も教えてくれないんですか、うん、へ、納得いかないですよ、ね、なんか難しいとかね。難しい、うん、でも難しいのかもしれないって思ってましたね。逆に言うとその頃世に出てたレコードとか、うん、ほとんどみんな好きじゃなかったし、うん、なんでこんなのが世に出てて自分の曲がダメなのかなってすごい思ってたところありますね、うんうん、そういう時ってどうしようと思いましたか。それでも音楽は続けたいという気持ちは絶対あったと思うんですけど、うん、いやでもねある日、うん、その同じ曲の入ったデモテープに、うん、シカト5ってバンド名つけて持ってったら、はい、うん、聞いてもらえちゃったんですよ。へえ、うん、じゃあ他の曲にはバンド名はなかったんですか。そう、なんか同じ曲が入ってるんですけど、うん、僕とあと2人の名前の、うんうん、作品集みたいな感じで持ってったら全然ダメなんだけど、バンド名つけた途端になんかすごい反応が返ってきて、え、待って、曲自体は同じなんで、名前、パッケージのマジックですね。そうかもしれないですね、うん、なんか多分名前とその曲調がしっくりいったんですね。シカード5っていう名前もその日テープ渡すって朝になんか突然思いついたんですよ、うんうん、なんか捉えたんですよね、その聞く人、うん、しっくりね、うん、その時どう思いましたか。いや、世の中は案外、うん、ちょろいもんかもしれないなと嘘ですけどね。ピジカット5、小西さんがリーダーを務めたピチカート5は1984年に結成されました。その後ボーカルがオリジナルダブの田島貴男さんに変わりました。そして1990年に野宮真紀さんの正式加入によりピチカートは黄金の90年代を迎えます。その音楽は日本国内よりむしろ海外での評価が高く、映画チャーリーズエンジェルの中でも使用されるなど日本の最新音楽を代表するバンドでした。また音楽だけでなく携帯にもコニシーズムを発揮、 CD に押される中ピチカートは初期から必ずアナログ版もリリースしていました。プレイヤーだってピチカートモデル、完璧にコントロールしたデザインワークと遊び心、コニシさんのオーディエンスに対するサービスは徹底しています。しかしそんなピチカート5も今年3月31日のイベントを最後に突然の解散。僕は泣くのは嫌なので頭から水をかぶります。ありがとう。この春にピチカート5が解散しました。されまして、そのピチカート5というのは小西さんにとってどういう存在だったんですか。やってる時は大変だったんですけど、今は、なんか本当に好きなバンドだったなって思ってますけどね、うん。やってる当時はじゃあ大変っていう気持ちの方が強かったんですか。うん、なんか何枚か好きなレコードが自分でもあったから、うん、次出すのはそれよりもっと良くなきゃダメだっていう感じになって、うんうん、結構
もう飛べないハードルまで行ってたので、うん、結構つらかった。どれくらい高いハードルだったんですか？ねえ、うん、うん、野宮さんと組んですぐにできた「トゥイギートゥイギー」っていう曲が、はい、もうとにかく、うんうん、自分でもまぐれみたいにいい曲でいいアレンジができて、うんうん、でもう本当にあれは超えられないかなっていつも思ってて、うん、なんかあんまり後半はやっててリラックスできなかったかもしれないですね、うん、じゃあ今でも違う形でそういったハードルを飛び越えたいという気持ちはあります？うん、まあそうピチカートとかそういうバンド形式じゃなくても、うんうん、でも最近はなんかあんまりそういう気持ちにならなくなってきて、だんだん人間がリラックスしてきたっていうか丸くなってきたんですか？うん、そうですね。例えば僕の作った曲で一番知られてる曲きっとオハロックだと思うんですけど、あれは別に超えなくてもいいかなって思うしあれならいいかなって感じだし、そういうふうにちょっと気が楽になってきましたけど、うんうん、またやっぱりインタビューでピチカートの音楽にこの意味はないとおっしゃられてたのがあったんですけれども、うんうん、深い意味はないっていうか、その家でかけてくれた時に、それは部屋にあるこう、ね、壁にかかってる絵とか、うん、お部屋の香水とかそういうのに近いもんかなって思ってたんですよ、うん、っていうかそれと同じぐらいのものができたらいいなって思ってたんで、その逆に僕が作った音楽で人生変わったりしても困るかなって思ったから、音楽を通して音楽以上の例えば僕の人間性とか、うん、そういうものをなんかこう掘り下げられても困るっていうか、うん、音楽は音楽でしかないと思うので、見た通り聞いた通りしかあのそこだけの意味でいいかなっていうふうに思ってるんですよ、いつも、うん、深く追求しないで、はい、どうもこんばんは、グルーヴルームオーケストラです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
解散後、小西さんの活動の中心は DJ になりました。特に海外からの招待が多い小西さん、今年もバルセロナ、シカゴ、ニューヨークなどで DJ ライブを行いました。どの会場も熱狂的な小西ファンで埋め尽くされ、大盛り上がりの一夜を過ごしました。この番組の収録の前にもロシアで DJ ライブを行い、帰国したばかりです。ロシアのサンクトペテルブルク、昔のレニングラードは最高でした、はい、なんかね、うん、ジャパンナイトみたいになってて、日本から来た DJ は僕だけなんですけど、うん、あのじゃあもうそれ小西さんのための、ね、ナイトですね、うんうん、でね、庭にこう上の方に提灯とかがこうたくさん飾ってある。ジャパニーズナイトだからね。そう、うん、で焼き鳥の屋台とかあってそう、焼き鳥焼いてる方はあ、ロシアの方なんですけど、で日本酒が飲めて、うん、でなんかこう布でできた富士山があるんですよ、はい、そこから煙出てる。噴火しちゃったの。本当になんか 村祭りっていう感じの盆踊り大会みたいな、すごい良かった。そこにでも一晩で2300人とか、そんなに来たんですか、うん、あのハウスの曲とかかけて、はい、みんなこうやって手拍子、うん、それがロシアっぽいなとか思ってちょっと嬉しかったんですけど、ね、DJ の自分が何だろう、一番面白いと思う部分ってどこですか。やっぱり一つはもう僕とにかくレコードが好きなので、うん、DJ とかやって結局こうやって一晩中 DJ レコード触ってるね、うん、かわいいかわいいってそういう感じだからあ、本当にレコード自体が好きなんですか。その音楽よりもレコードそのもの。そうですね。へえ。僕なんか子供の時にこうこの形のチョコレートを親に買ってもらって食べてたらしくて、はい、僕にとってはレコードってこうすごいスイートなものなんですよ。それくらいチョコレートの、ね、完全に擦り込みがあって、とにかく毎日レコード買ってて、今日も買われたんですか。じゃあ今日は買ってないんですけど、今日は朝から NHK にいたのでそっかよかった、抜け出してどっかで買って近いんですけどね、レコード屋さんが、ね、昨日もレコード買って、昨日買ったレコードは今朝チェックしたんですよ、うん、いいのがあって今朝大当たりが出ました。大当たりですか、それはもう見つけたって感じじゃないですか、うん、それともまあ安いから買ってもいいかなみたいな気持ちで買ったレコードかけてみたら、うん、やったぜって感じが安くて、あ、なるほど、すごい嬉しかった、うん、僕の好きな5 5のつくバンドベスト5、紛らわしいですけどね、わかるかな。まず第5位です。はい、5アメリカンズ。これはね、ウエスタンユニオンという曲が、パー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 っていうすごい可愛いコーラスが入る、一発屋なんですけど、好きなグループで、ソフトロックですね。5アメリカンズ。第4位、デイブ・クラーク5。このバンドはですね、ビートルズとかですね、ブリティッシュ・インベージョンとして、イギリスからすごいバンドがたくさん出てきた60年代半ばの代表的なバンドって言ったんですけど、一曲ね、Anywhere You Want It っていう曲が僕大好きなんですけど、ずっとそれシングル版で持ってて LP で持ってなかったんですけど、この間モスクワでゲットしましたデイブ・クラーク5、第2位です。第3位、日本の誇るフィンガー5でございます。もうフィンガー5といえば沖縄出身の5人の兄弟、もう大好きな曲いっぱいあります。今度シンゴママがカバーした学園天国もこのグループの曲ですね。もともと他にもたくさん好きな曲があって僕大好きです本当に、日本の誇るフィンガー5。はい、僕の好きな5、第2位、ジャクソン5もう最高のキッドグループ、モータンレコードの生んだ、なんて言うんでしょうね、マイケル・ジャクソンがいて、もう本当に
帰ってほしいのとか ABC とかもう名曲たくさんあるんですけど、去年今年と僕がこのグループのリミックスをやりまして、もうそれは世界中どこ行ってもめちゃめちゃ踊ります。もう非常にお世話になってます。とってもとっても気になる第1位は番組の最後に発表します。お楽しみに。今日は私この間アメリカに行ってきた時にクッキーの型をいっぱい買ってきて、いろいろな形のクッキーを作ってきました。でバレリーナ、はい、踊ってるのでもしよかったら。かわいい、はい、食べちゃいけない感じがしますね。それはねプードルなんですけど、はい、なんか型抜きしたらロバのようになってしまってあそうですね、はい、美味しいです本当です音楽はもちろんのこと CD ジャケットやポスターなど全部ビジュアル面に関しては小西さんがピチカートの時はやられてたんですよね。一応アイデアを出したりはしてましたね、はい、せっかく自分でレコード作ってもらったしかっこ悪いもんだと家に置いときたくないなと思って、なんか噂に言うとフォントまですごいこだわるって。そう、確かに、うん、もう絶対嫌いなフォントとかは使わないでほしいって。ちなみにどのフォントが嫌いなんですか。今日トップランナーで小西アサールって名前出てるのきっと自分の好みとは違うかもしれないこれですか。ちょっとこれはね、これは僕自身なんかちょっと特に下の名前の方が自覚が多くて、うん、なんかね重たい感じに見えるので好きじゃないんですよ後ろかどうですか。バッチリ変わった。これはでも丸ゴシックだともっと好きなんですよね。丸ゴシック丸すぐ変わるもんなんですね丸ゴシック変わんないですね、まあ、じゃあそのうち変わるかもしれませんね、はい、小西さんってね、寝ない人寝ない人で、1ヶ月に1枚アルバムを作っちゃうような人だから、人間を超えててすごい、ね、人間じゃない人で、神に近い人で、神様がこの人は音楽を作りなさいって言われなくても自分で作っちゃって、ちゃんと神様にもメッセージを送れる人。 Yeah! 毎日変わる日常の中でビクビクしてる生活をしている、スケジュールは全て埋まってるでしょ。埋まってるお宝を探し出す、本気でズンズンドピュードピュー、一気に現金一攫千金、元気で仕事を頑張ってほしいし、毎日素晴らしい音楽を生み出してほしい、ユーザーのコーナーいますし、 Yeah!From 新州シナノのラブマシン、俺の名前はユーザロックサ、 From 新州シナノのラブマシン、ビッグシャラート Yeah!524DJ Yeah! 小西 Represent! そう、日本語の J-POP 代表 Come on yo! YTR ロカ、素晴らしい音楽をこれからも作ってくれ Yeah! ボイー Come on! あおはー、いつまでもついていきたいと思ってる今日この頃なんですが、まあほらジェンバーキンにゲンズブルがいるように、昔で言えばクルトワイルにロッテレーニーがいるように、小西康晴にはマリーがいるというようなことで、音楽シーンは進んでいきたいと思っているんです。いかがかしら。ピチカート5亡き後ボーカルの座を狙ってるってのはご存知よね。よろしく。フェイストゥーフェイスのコーナーです。私への質問に答えましょう小西さんがレコードを買われる時なんですけれども、はい、棚買いをされるというふうに聞いたんですけれども、ああ本当ですか。嘘です棚買いっていうか、渋谷のレコード屋さんとかどこでもこう新譜はこう棚にバーッとこう飾ってあるんですね。で、あれとあれとあれとあれでくださいっていうことはありますけど、
棚全部買うことはないです。はい、誤解です。今着てらっしゃる赤いチェックのスカート、いつどのようにしてそういうスタイルになったんでしょうか。92年にある雑誌の仕事で釜谷博さんとロンドンに行った時に、有名なこのタータンチェックのお店に無視と言って、でなんかシャレで僕も買うことになりまして、そこは本当にあの英国王室これお出しマークがついてるお店で、で着てみたら似合ったんですね。でキルトスカートとあのそれに合わせるハイソックスと、あとハイソックスにこうなんか男の人は必ずナイフを刺すのが決まりで、それとここにあのポケット代わりのスポーランという、こういうカバンを4つ買ったら15万円とかして、シャレにならないなと思ったけど、みんながいた手前買っちゃって、でどうしようかなと思ったんですけど、お店のそのおばあさんが、いやこれは一生着れるからって言って、じゃ一生着なきゃと思って着てますけど、でもなんかパリとかニューヨークだとあんま人に何も言われないし、去年ドイツのケルンで思いっきり笑いましたけど、女の子にちょっと恥ずかしかったけど。初めまして。小西さんは、はい、僕にとっての憧れのおじさまという感じなんですが、おじさま？お兄さん。いや、いいですよ。僕今25なんですけど、はい、小西さん25の時ってどんな感じでした？25の時はね、ピチカート5を始めた年なんですよ。で、僕そう21、22、23、24ぐらいずっとなんか将来どうしようってすごい悩んでた時で、もう本当にめちゃめちゃ悩んでた時で、うん、といっても何にもこう見つからなくて、毎日レコード聴いたり映画見たりして、なんか割とこう現実逃避的な生活を送ってたんですけど、25っていうのはちょうどなんか開き直って、まあこのままブラブラしながら人生を送るのもいいかなとかって、なんかこう開き直った年だったですね。そしたら急に友達とバンドやり始めたりとか、割とこうポジティブな感じになって、ちょっと人生が角を曲がったかなみたいな時だったんですね。うん、でもお金はなくて仕事もなくて彼女もいなかったです。どうでしょう。参考になります。どうもありがとうございます。すごいワールドワイドな活動をされていると思うんですけれども、はい、他の国とかに行った時とかに自分が日本初っていうことを意識されたりしてやって活動されているかということと、あとどういうスタンスでありたいかとか、そういうのをお聞きしたいんですけれども。最初は、まあ、ピチカート5で行った時ですけど、自分が日本代表みたいに思われてるのは、まあ、正直言ってすごく面食らいました。でもある時からだんだんこう面白くなってきて、無責任に日本代表のつもりで日本の文化について答えたりとかしてると結構楽しくなってきて世界中に間違った日本のそのイメージを世界中に撒き散らしますけどね、まあいつかそれもバレる時は来るかなと思いますけど。次回は神秘的な楽器テルミンを奏でるこの人形ではなく、私テルミニスト竹内まさみが登場します。お楽しみに。この可愛い人形の秘密も解けます。今後なんかある一部で職業作曲家になりたいとおっしゃってるという
ことを聞いたんですけど、そうですね、職業作曲家とは何ですか。学校の校歌とか会社の社歌とか、なんかそういうのをね、あの頼まれれば作るみたいな仕事をしたいんですよ。はあ、ぜひ皆さんお願いします。もう正式に頼まれれば何でも書きます。本当にこれだけはできないっていうのはないですか。いや、ないですね。僕ね、本当はいわゆる演歌の方とかが書いてるよ、はい、あの歌ってらっしゃる曲とかもすごい書いてみたいんですよ。それから子供の歌もいっぱい書きたいし、何でもやります。あとは近いところですと、どのような動きをされるご予定があるんですか。いよいよ今年の秋ぐらいに自分のレコード会社作って、自分と友達のレコード出そうかなと。新しいレーベルですか。そうですね、今までのレーベルとはまた違う形で何か始まるんですか。ぜひ楽しみにしています。そして、はい、突然なんですが、小西さんのためになんと番組中にこのフォントを作ってみました。これでどうでしょう。あ、ちょっとね、文字の間が空きすぎですまだダメだそうです。じゃあまた今度、そうですね、はい、お会いする時まで、きっと納得するようなもの、よろしくお願いします、はい、頑張ります。好きな、ファイブのつくバンドベスト5の1位です。ごめん、シカードファイブです。
シカゴハイズ93年頃こういう感じだったんですけども、いや自分のやったバンドですからね、この若い時の僕ですけど、これがスカート履いてます。この頃もスカート履いてたんですね。自分のやったバンドからなんとも言えないですけど、とにかくこんなに好きだったバンドはないっていうか、本当は僕がやんないでファンとしてずっとこう追いかけたかったくらいの魅力ですね。なんかめちゃめちゃそのファン心を刺激してた俺にとってはもう僕が一番のファンだったと思ってるので、しかたない。もし聞いたことない人がいたら聞いてみてください。僕の好きなベスト5でした。